なんだ、騒がしい。報告、鳥海殿が反乱を起こしました。生徒から戻った兵を従え、この宮廷へと攻めきております。くだらん。青二歳のダダなど死や生にあやさせておけ。旦那様。なんだ瞬間。隠居で食い意地ばかり張ってしまわれて、今あの子たちは外星の最中、この洛陽には私たちしかおりません。ならば賊を撃つのは私たちの役目。よろしゅうございますね。やむを得んか。思慮もなく暴れる愚か者め、この私がしつけてやるとしよう。あの青二歳は帝の身柄を確保する気だ。敵の薄い西側から玉座の間に向かうぞ。旦那様も隠居して久しいね。無茶して腰などいかがりませんね。まさか姉妹様、反乱したんじゃ。私の存在を忘れると、天下を掴もうなど肩払いたいよ。芝居殿だ。しかし隠居したはずじゃ。とにかく兵器を渡すな。天下が遠のくぞ。兵器は使う人間が寛容。貴様らも過ぎた頑固だ。貨幣で敵の要所を抑える、兵力差のある戦いの上等手段。紹介の本田青二さんよ。この兵力を使いこなせるとは。愚かで良いではありませんか。お金で私たちだけで対処できるんです。姉妹様、どうかお助けください。陛下が東の方へ。すでに帝の身を確保したか。まだ遠くへは行っていない。探し出すぞ。力を誇示しよう。呆れるを自らの手で掴んでこその天下だろう。旦那様、発言が危ないございます。進化よ。そのもう少し手加減してやってはどうか。おとなしくしてね。動き出していたか。化石はおとなしく地中に埋まっていろ。戦は知略でするものぞ。おい、知るがよい。破れようと。敵将討ち取ったわ。芝居様、申し訳ありません。兵糧庫と兵舎がすでに紹介軍の手に。わざわざ自分の位置を知らせて進む。
このまま南進し鳥海を追うぞ。判断するならしくしくと企てればいいもの。時代が変わったのに大しくしてね。若い子たちは皆苦労知らずですから。子守歌よ。これで勝ったとも思うなよ。敵将討ち取ったわ。進化よ。そのもう少し手加減してやってはどうか。おとなしくしてね。芝居殿が出たという方は事実だったか。気にはいかん。撃てん。消えればいいわ。逃げるなら今だ。いたとはなんだ。こっちは妖怪か。弊社を奪還し海攻撃を止めてやる。すればいいものを。なんという強さ。ここは引く。敵将打ち取ったね。思い知らせて。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。おとなしくしてね。よく来た。早くこの逆賊を何とかするのだ。どいつもこいつも私の邪魔をするな。敵将打ち取ったわ。進化よ。そのもう少し手加減してやってはどうか。この戦いは踏み台に過ぎない。全ては手に入れるためのな。敵将打ち取ったわ。憎い相手に恥もせず助けよ。無駄な自信に溺れ何しく騒ぎを起こすもの。ボンヌだらけで自分強敵には。無策でここまで来るわけないじゃないか。今仕掛けろ。この程度は策とは言わん。丸あがきに類するものだ。
私は選ばれし人間。こんなはずでは。ひどいじゃないですか。引退したならそれらしく追いさらばえてくれればいいものを。こうやって古い人間がいつまでも居座っているか。バカめが。くだらん策でその古い隠居を引きずり出したのは誰だ。まったく。妻子を辞任するならば人のせいになどするな。大体なんだこの反乱ごっこは。ずさんにも程があろう。まったく。私ならばもっと周到に巧妙にやりようせ。旦那様、口をお慎みなさいませ。くだらん騒ぎだった。お前の沙汰は我が子らに委ねよう。父上、母上、お手を煩わせて申し訳ありませんでした。資源、こういう時はまず親の無事を喜ばなくて。は、いえ、お二人が紹介に遅れを取るとも思えず。ふん。ところでシオ、あの者らの始末はどうする。帝、いえ、先帝総坊には退位いただきました。これよりは総監が義の帝となります。紹介とそれに連なった者らは剣石元宝としました。ほう、命は奪わぬか。私ならば三族に至るので処断したであろうが。今や我らに抗うことなどできますまい。ならば生かし使うまで。なるほど、時流にかなった判断だな。さすが我が息子だシオ。いえ、全ては父上のお導きの賜物です。しばしの元を離れた紹介は己の野心のために洛陽で放棄。義弟総坊に禅譲を迫ろうと企てるも芝居らに鎮圧された。紹介はその後しばしに罰せられるも将として留め置かれる。一方、呉の攻略を任されたしば将は寿春から呉の領地へと進行。長年せめぎ合った揚州を半年で制すと建業へと軍を進めていた。この頃孫吾では権力をめぐっての暗闘が発生。第二代皇帝孫亮が追われ、その兄孫休が帝位についていた。兄弟で争う孫吾、対して兄を支え共に進むことを喜ぶ司馬将。だが王元気は正宮ともいえる二面展開に違和感を覚えていた。しばしの真意はそれを確かめるため、まずは眼前の敵を倒す。しば将、大元気、果汁、諸葛丹が建業に呉との私有を決する。